みんなこんばんは。りょうじいさん、お疲れありがとう。ありがとうございます。みんなやっほー。結論から、申し上げますと、帰ってきてからお昼寝をしていました。もうずっと寝てた。私わかんない、いつからいつまで寝てたのか、どれぐらい寝てたのか。そして目覚めたのが、いや目覚めたの16時、4時、午後の4時なんやけど、気づいたら 5時になっとって、で気づいたら5時半とかでもう今に至る。皆さんこんばんは。だからちょっと急いであの配信を始めた。もうこれ以上寝ていたら私はって なった。一個結婚して、そう消えた1時間。たなすけさん、ハートありがとう。そうね、私で出山アナウンサーさんすごい素敵な方だなって思ったよ。そう、あ、見てくださってた、嬉しい。録画してくれたの嬉しい。昼前直送便、昼前直送便すごい楽しかった。あー、キュー太郎ジュニアが、そう、昼前直送便から帰ってきて、わーってなってた。さくりんさん、ハートありがとう。そうなのよ、なんかなんだろう、一息。そう、小型ペンギンさん、お疲れってありがとう。さくりんさん、ハートありがとう。 BKB さん、タコありがとう。最近工藤さんが気になって、ありがとう、見に来てくれて。なんかここ最近ずっとなんだろう、ピンと精神の糸を一つにピンとたゆみなく張っていたので、で結構今回このあの昼前直送便が、あの私的にはすごいあの緊張の、あのお仕事だったから、それまでは絶対ピンって感じだったから、そのねお役目を無事果たし、その張っていた紐がピン、あのふわふわしてちょっと気持ちよく眠れました。テレビでもめっちゃ可愛かった、嬉しい、ありがとうございます。リコチのホワイトさん、ハートありがとう。 BKB さん、だるまとハートありがとう。夜はね、夜も爆睡できます。明日の朝も爆睡できるから、爆睡しようと思った。明日はね、朝配信をせずノンアラームで起きようと思いますね。明日オフなので、そうちょっとよきよき睡眠をたくさん取れる日になると思う。そう、昼前直送便が終わって帰ってきて、ちょっとのんびりしてたらもう眠れちゃった。そう、そう、昼前から夕方前まで寝てました。朝配信の後図に乗って岡山まで車で見に行ってた。なんでなんで、ありがとう。ひそ笑顔なんでやってめっちゃ熱弁しとったんちゃうんってめっちゃ面白かった。キーさん、お疲れありがとう。うん、初めて配信嬉しい。今日メール送れ、あ、届いた、嬉しい。リコチのホワイトさん、お疲れありがとう。ハートもありがとう。コメントもちゃんとしててよかった、そう言ってもらえてよかった、よかったです。あのお猿さん本当にすごい、本当に賢くって、もうめっちゃ可愛かった、見てて癒されました、すごい癒された。うん、もうなんかやっぱお猿さん
そうでもね、なんかね目を合わせちゃやっぱダメみたいで、そうそうなの、目をね合わせたらダメみたいなんだよ。だからそう、だからなんか目をね合わせたらね威嚇してるって思われちゃうんだって。だからそう、こうやって手を合わせるのももう私がもうただただ手を出すだけ、そしたらこうからピッて乗せてくれるから、そうお役もこなせてた、よかった。だから、ね、そう山口にもねそれ回しねあったんだよ。そう目をね見てねありがとうって伝えられなかったのがちょっとこうか寂しいポイント。さくりんさんハートありがとう。そうなの、うん、もうすごいお猿さん賢いからさ、さすがやと思って、偉いなって。ツイートの写真よかった。お猿さんのお手でね結構冷たくてしっとりしてる、冷たくね。私ほらやっぱ寝たからさ、なんかこんな感じにちょっとなんかほらここがピンってしてる。うん、そう賢くて偉い子だった、九太郎ジュニア。京子の馬に背中、そうなの、鎌倉時代に前ができるすごいお猿さんいたんだ。京子の馬に背中を食べられ、それ以降芸ができなくなった、逸話があるの。うんうん、熱となると言います、いやちゃんと何メイクした状態で爆睡してしまった。なんかメイクを落とさず寝るのってなんか良くないみたいな言うじゃないですか。あれってお昼寝はいいんですか？お昼寝はいいんだよね。でもメイク直ししてない、ちょっと唇も何も塗ってないから色がないみたいになってる。あ、目を合わせるのと歯を見せたらダメなんだ。確かに威嚇するときお猿ちゃんがね、そうちょっと威嚇されたりしたんだけどみたいな感じで威嚇されるから、これダメなんだね、笑顔ってダメなのか。そうでもちょっとそこは寂しかったですね。あの握手会は、あの握手は握手しながらツーショットだから、ね、ツーショット会ですあれ、うん、でも結構撮らせていただいたんだよね。8枚ぐらいは撮らせていただいたから私も8枚買いました8枚出ししました。そうそうなの、近所にお猿さんいるの。そうなんだ、お猿さんにリプ返したい。お昼寝はいいか、あ、ごめんなさい、お昼寝はいいのか、しっかりお昼寝する時のはのはあかんのか。でもあんまりなんだろう、著しくお化粧が崩れてるわけもなく、よかった。夜はさすがに落として寝ないといけないって言われてるんだよね。もうちょっとテカってるわけじゃないんですよ、なんか多分おのずから肌が光ってるにしとこうかな。うんお昼寝は許される世界線でいい。でもすごい気持ちよかった、8枚出し、うん、なかなかの貴族でした。 BKB さんハートありがとう。お、出演番組をテンポ リツイート、ありがとうございます。フォーエーさんハートありがとうございます。コウセイさん結婚して、どうしてどうしてみやほ、みんなみやほ、あ、夜勤頑張って、夜もたくさん寝るね、寝れるとき寝ときや、みんなもみんなみんな生きているんだ、友達なんだ。あーでもすごい久々になんか、私お昼寝すごい好きなのでお昼寝ができて嬉しかったですね。うーん、明日は何をしようか悩み中。お昼寝した？いいね。飲み方の癖。4時間マッサージして12時間寝る。4時間マッサージってすごい。九太郎ジュニアは
YouTube もしてるみたいですよ。めっちゃ可愛い本当に。あ、いた。スオ猿回しの回チャンネル。可愛い。可愛い。あった、皆さんもぜひ見てみて。可愛い。ファンになっちゃう、そんなの。ファンになっちゃう。フォロワーさん結構多かった。結構多いです、すごく多い。しかもなんかめちゃめちゃ STU より公演されてるし、動員数もすごいの、すごいの。やっぱストレスフリーに生きていこう、みんなでストレスフリーにね。ホニャビンで飲む小動物、もう爆飲み、爆飲みしちゃった私も。マッサージとクールダウン200なんちゃなんちゃらで、え、何知りたい、何大谷さん、大谷さんの美容方法教えてほしい。大谷さんってなんであんな肌がツルツルなの。ハリーさん、お手紙ありがとう。うん、 STU より公演多い。リコラブ、リコラブ、はあ、45周年すごいです。新メンバーとして加入していただきたいほど一気に人気になる。健康すごいもん。でもなんか使ってるものがいいもん。化粧水と乳液がいいみたいな。化粧水と美容液とクリームがコスメデコルテのリポソームっていうね、紫色のやつを使ってるみたいで、あれがすごいいいらしいよ。私も20代後半になったらそれ使い始めるって絶対決めてる。うん、そうなの。え、待って、コスメデコルテ使ってるの、待って、すごい、めっちゃいいの、すごい、いいんだ。え、いいねそれ。だってお肌ツルツルだもんね。あれ高いけどよかった。え、待って、ええすごい、待って、みんな、え、隠してたんだみんな実は。え、リピはできん。え、コスデコ、コスデコ、え、すごーい、すごい。なんでな、え、どうよかったです。あれはお高いけど確かに、え、使ってる人が結構いるの、すごい、すごい、そうなの。確かにお名前がちょっとかぶるね、マイキューさんとキュー太郎ジュニア。確かに。え、どうよ、あかりさんが紹介されていたの、すごい。トモさん、ハートありがとう。お肌がもちもちになるんだ。売り切れてたよね、大谷さん効果が。すごい。だって、え、すごいよ、お肌みんなツルツル。え、でもツルツルだなっていつも思う、私みんなのこと、ツルツルだって。タモさんありがとう。じゃあ私もなんだろう、なんかメイクさんにね聞いたんだよ、あのリポソーム気になるんですって。おお、15分、194日ありがとうございます。大空ピュントさん、レインボースターありがとう。みゃんこ先生ありがとう。コルダルちゃん、マリンゴールドさん、花束ありがとう。
そう、あのね、メイクさんにリポソーム使ってみたいんですよねと思ったら、なんかあれは本当に何なんだろう、リコチの年ならまだ大丈夫みたいな風に、そう、まだ大丈夫って言われました。なんか20代後半になったらいいよみたいな、アラサーになったら使い始めなみたいな風に、なんか肌のなんだろう、自らの何免疫とかを、肌が、肌から自らなんか保とうとする役割を奪っちゃう、若いうちから奪うのはなんかあんまり良くないみたいな風に、ね、お仕事終わったら接し始まってルンルンだわ。それは導入化粧水、あ、私も無印のやつ使ってたりしたけど、あんま分からん、私はあんまり分からんかったな。うん、でもメイクさんが導入化粧水使ってみたいな感じに言ってるから、うん、だからメイク前は使ったりしてる、保湿したい時とか、乾燥するなら使っても良さそう。マリンゴールドさん、バラありがとう。自然治癒力、そう、自然治癒力が的なやつがね、まだ育てて、まだあるから大丈夫だよって、うんね、あ、メール届いた、そう、さっき送ったのみんなに。ひさもちょっとメール送るのが遅くなっちゃった。35でもいいんじゃないかな。やっぱ今はね、やっぱ日焼け防止、日焼け対策、リポソーマー結構いたの笑った、ほんとそれリポソーマーなん、リポソーマー、やっぱお肌の曲がり角は25からなのね。なのね、 BKB さんハートありがとう。今気になってるのは、オリちゃんかわいい、ありがとう。今日ね、今朝ね、あのメイクさんのあのイプサの化粧水と乳液をねお借りしたんですよ。すごいなんかしっとりするし、でもベタつかない、サラサラするから、すごい使い心地が良かったです。好きだった、好きでしたね。だからでもどうだろう、今はねもう落ち着いてる、あれにスリップ塗ろう。そう、ドクターシーラボで落ち着いてるから、今はちょっと浮気せずにドクターシーラボを試していこう。そうなんだよね、ひよっちゃうよね、わかる。ギフトにいいね、確かに。ギフト、ツイッター良かった、かわいかった、嬉しい。食パン加えるよ、そうなんだ、確かに。誕生日プレゼントとかイプサいいね、わかる。やっぱお高いさ、化粧水とかはさ、ひよって少量になる問題があるから、シャバシャバ使えるのがいいか。リップ塗った、うん、おこんばんは。ありがたい、寝た後に届く、爆睡してるうちに届いてる。高幸さん、花束ありがとう。お肌にいいことしていきましょう。うん、ハッシュタグ3まで届いた？さっきね、そう送ったんですよ、私。よかった、ツイッターランド見てみよう。
もうね頭が、でもお昼寝できてやっとちょっと目覚めてきた、うん、なんか回復してきた。このツイート、おはようツイートのアングルがいいみたいですね。取り戻せた、取り戻せた、もう欲しかった睡眠を取り戻せたよ。わかる、スーパー銭湯の、あーでも私あんま使ってないかも、うん、体に使ってる、保湿してる、スキンケア用品セット、お試しサイズみたいなのプレゼント、いいね、そういうのいいね、確かに、そう、好き、嬉しい。ピリピリの原因、え、もう一つ消えました。そうで、明日もね気兼ねなく寝ようと思う。確かにトライアルキットみたいなのいいね。ローション、私はローションのみかな、うん、そのローションって化粧水、なんかとろみのついた化粧水って感じですよね。それはそれだけ使ってる、それが今ドクターシーラボの今使ってるその化粧水が結構ローションみたいな感じ。そうだから乳液とかも必要ない。おはようツイート、なんか自分は虫、踏まれてそう。なんでよ、そんな踏まれてる、あ踏んじゃった、ごめんねみたいな、そういうアングルか。とろみがいい、私確かにとろみがいいのかサラサラがいいのか、あいや私はとりあえずとろみでもう乳液とかクリームが必要ないのが好き。プラス昼前画質、え悪いの、せっかくの美肌かって、今日お化粧ファンデーションのノリが良かったから、ログインが必要なのか、私はログインまだしてなかった。お高いゴルフ場は化粧水もちょっといいやつが置いて、そうなの、すごい、もうサラサラもいいんだよね。でも一つで完結できるタイプが好き。ぐっすりこち、え明日やっとお休みなの、お疲れ様、今日も出かけも頑張った分ゆっくり休みもろて、ありがとう優しいみんな。あモニターを撮った写真なんだ、動画なの、ああれか、昼前直送便のツイッター、あれはね、本当はねみんなでそのシャモベイと一緒に撮ってる写真、あれは実はみんなお猿ちゃんたちもキュー太郎ジュニアたちもみんなで一緒に写真をね撮ったんですけど、私だけ切り取られていましたね。私だけ切り取られてアップしてもらいました。シャモベイかわいいよ。うん、あ今日お渡しするの忘れてたな、残念だな。切り抜き、ボディクリーム、あボディクリームは結構使ってる、今はちょっとサラサラしたいからニベアの美白のやつを使ってみてるよ。ちょっと日焼けとかのケアもしたいし、そうそうなの、美容液乳液みたいにつけると乾燥しなかった。確かに冬はね、夏って割とさなんか乾燥、私あんまり乾燥肌じゃないんですよね。
そう乾燥肌じゃ、ありがたいことに乾燥肌じゃないので、ママも見てくれたって、昼前直送便、そうそう、ありがたいことにね乾燥肌じゃないんですよ。だから割とねオイリー肌だから乾燥はしないからありがたい。リコチのホワイトさんハートありがとう。油分むずいよね。え、ジェルマット、私ちょっと敷布団新しくしよう。気持ちよさそう、気持ちよさそう、わ気持ちよさそう、あいいな。ママ。あ、乾燥肌だからオイリーになる。それもあるのか。実は内側は乾燥してる。だ。ママに N クールって毛玉取ったら復活するかなって。サラサラいいよね。切る。はい、いいね。ベビーパウダーお肌にも優しいし。そうね。のを使ってて、あのオイルは。使ってる。アンズ油がいい。アンズ油すごい感動した。私ヘアオイル難民でいろんなもの使ってきたんですけど、アンズ油が今までで一番良かった。なんか自然由来のオイルだから髪とか、髪がそういうこうやってほっぺとかについたり背中とかについても不安じゃない。これの原因でニキビできそうとかそういう不安はないな。そう、あんまりつかないように心がけよう。もうアンズ油すごいね、髪の毛のパサつきが落ち着く。サラサラにもなるし、少量だったらきっとサラサラになるし、まとまります。椿油もいいと思う。エルジューダのヘアオイル知りたい。エルジューダ、これか、これね、ミルボン、ミルボン、これは私も使ってた頃ありました。すごいいいよねこれ、めっちゃいい。髪の毛サラッサラになる。私も好き。最近は使ってないな。これね、私はね、どれ使ってたかな。オレンジ色、ピンクだったかな。ピンク色だったかな。ごま油おいしいね。サクリンさんハートありがとう。オリーブオイルもおいしいな。そう、広がったりするから。やっぱそう、じゃあいい。油取り紙使ったりするよ。使ったりする。なんだろう、
メイクする前とかに使って化粧水塗ったりしてる。そしたらすごいなんかお肌が落ち着くよ。あ、くしゃみするねえ、やばい、寝ぼけて。化粧水、ヘアオイルを顔に塗りたく、どうなったのその後。やばい、くしゃみ出そう。でも引っ込んじゃった。あ、引っ込んじゃった。 BKB さんハートありがとう。あ、6月29日のチャーミングトリップ毎回公演のやつか。どうなったの E プラスじゃなかったんかい。無言でカメラ見つめてはSTU ラボやん。そう、髪にも天ぷらにも使える椿油。椿油もう私使ってた。泣きながらスキンケアやり直しました。それは泣くよ、顔がベトベトになっちゃうんだったら。本当こうしたらいいか。でもさ、出したいやん、明るいとこ見たらいいの。うん、乾燥した目が。空調服、空調なんちゃら。普段空調服着て仕事してる。何空調服、もしかしてこれか。え、これ気になってた。これ着てレッスンしたらどうかなって。そしたらすごい、なんだろう、暑くなさそう。暑くなさそう。レッスンとか結構暑い。もうずっと汗かいちゃう。嬉しいね、今ツイッターランドが美味しそう。桃まるで完熟白桃。昼前直送便。にゃ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 。あ、ボーって音が。え、そう、扇風機がちっちゃくさ、こうやってついてるさ、やつ。やっぱでもお外で、あ、働くあの人とか工事の人とかにはおすすめだよ。おいいよね、いいよね。うねえ、空調服いいね。ねえ、丸日後にアップルウォッチデビューする石井高い経理講師はいつ始まりますか。え、そう、昨日ね、私ママとあのアップルウォッチ買ってもいいけどなんか調子に乗ってるって思われそうやねみたいな感じの話をした。調子に乗ってるって思われないかな。欲しいけどな。フリマルおバカさんありがとう。だるま、空調服の寝具。すごーい。これで熱がこもらんの。風眠めっちゃいいじゃん。わあ、今ウォーターベッド見てる。風じゃあウォーターベッドはって思って。ウォーターベッドってさ、あれさ、もうさ破れたらどうなるんって思わん。ウォーターベッドおしゃれ。わあ、ウォーターベッド見てる。ウォーターベッドは何がいいんだ。クッション浮力で体を支えてくれる。あ、自然の姿勢で
浮遊感のある寝心地がリラックス効果。へえ、体に隙間なくフィットしてくれるんだって。確かにいいね、空調服。分かった、ぴったりサイズにしない方がいいんだね。空調服でレッスンし始めたらもうやばいね。先生の指示も聞こえなくなる、ボーみたいな。あってケル、アップルウォッチしてたら遊んでる男って言われたのかわいそう、それは傷つく。お仕事でね、お仕事だよ、ね、そうでしょ。空調服欲しい。ねえ、どうする。だってライドオン調子ライドオン調子で行こうぜ、工藤さんや。いいの？本当？アップルウォッチなんかさ、おしゃれなんかおしゃれ、なんかしゃれてんなみたいな感じにさ言われたらね水ドバー破れないんだ。確かに、バンドプレゼントセンス選手権が開催される。嬉しいよ。ラッコさんハートありがとう、キヨニーもハートありがとう。でもね、ここ最近でちょっとね、いいものをね、そう購入したりしたんですよね。そうちょっとね、自己投資したんですよね。だからさ、どう思う？ウォーターベッド、ありがとう。愛さん、だるまちゃんもありがとう。忍ぶで忍ぶやばい、もう職人だよね。空調服で踊ってたら髪きれい、嬉しい。アップルウォッチ本当？確かに。でも時計私が今欲しいのはベイビージー。可愛くない？なんかゴツゴツした感じで、自分に投資はできるだけしていいよね。そう、確かに空調服やばいね。ベイビージー壊れないの？ベイビージー可愛いよね。ねえ、どういうのがいいのかな、ベイビージーでも。あ、腰のあたりにファン。 G ショック。あ、そういうことね。そっか。結構前に流行ったんだ。かわいい。今さ、めっちゃかわいい。なんかサマー、夏っぽいのになってる。めっちゃかわいい。いや、かわいい。こういうのね、かわいくないです？でも私ね、四角いのがかわいいなって思う。四角いのはそんな色味ないのかな。かわいい。あった、ベイビージーかわいいな。あ、確かに白とかさ、スケルトンはすぐさ、やっぱ汚くなっちゃうっていうか、なんか黄ばむんだよね、きっと。そうだよね。元気だよねえ、本当にめっちゃおもろい。ベイビージー5年くらい、すごい。もう長生きだね、やっぱそんぐらい。いやー、そうだよね。空調服3つ買って、もう空調服つけてさ、ね、ほんとそれったらもう完璧なんじゃないってふざけとるけ頑丈なんだ。お風呂入っても大丈夫なの、すごいね。1個、こまちゃんありがとう
カスタムできるんだ。水色の薄いピンクも汚れが目立つ。マジか。そうなの？黒くて丸いの？いいね。リコチのホワイトさん、ハートありがとう。左手にアップルウォッチ、右手にベイビー G。もう現場の人やって、本当に G-SHOCK つけて空調服着てたらもう G-SHOCK 床に投げつけても大丈夫。投げつけんでほしい本当に。あーもうウォーターベッドにダイブしたら最高。ウォーターベッド、私ウォーターベッドいいですね。確かに7本買って曜日ごとにつけたらほとんど汚れないよ。いいね。めっちゃおもろいけど今、あ女の子つけてるとさ、いかつくて可愛いよね。だよね、ちょっとごついじゃん。それが可愛い。ウォーターベッド、でもウォーターベッド部屋に入るか問題。そんなでっかいんだよね、やっぱそんな大きいよね。し高級すぎるじゃん。ウォーターベッドなんて、でもまだそんな腰がヒーヒー言ってるわけじゃないからまだ大丈夫だねきっと。うん、ダイブ絶対したいよね。時計7本よりアップルウォッチとベルト7本の方が絶対コスパいい。あ、汗もできちゃう？それはやばいな。あ、シンプル重いんだ。床がどうか底抜けちゃう。確かに膝大丈夫だよ私。腰も大丈夫だね。肩かな、やっぱ私結構肩重たい。でもねもう大丈夫、今朝ストレッチしたら本当に良くなったんで。そう、私の なんか前髪すごいなんか癖が出てる。その時はほんと壁に向かって、そうこうやって、はあ、今のでかなり効いた。はあ、なんだけど、何の声よねえ。フリマルおバカさん、だるまありがとう。レインボーマンさん、ハートありがとう。はなちゃん、ハートありがとう。リコチのホワイトさん、ハートありがとう。ちょっと声が呼吸がちょっとすごい声でびっくりさせちゃったよね、ごめん。リコちゃんも柱だった。ちょっとストレッチ配信、アップルウォッチ風マンポケ違うんよ。カロリーとか知りたいんよ。ちょっとおけつが、ちょっと生命の危機でした本当に。ちょっとストレッチ配信、全然気持ちよくないんだけど。待って、なんでなんで？今朝はめっちゃ良かったのに。あ、これですね。はあ。
か、あ、やっぱほら血流のが良くなるような感じが。何しとるとこ、あ、ストレッチ待って、なんでミラーボー、ミラーボーちょっと肩こり柱一番やだ、ちょっと肩こり柱のやだ一番。そう、なんか消費カロリーが分かるらしい、無理しないでって。シトラスお利口さん、ミラボーありがとう。あー、お尻最近割れてないから明日またお尻割りにジム行こうかなって思ったけど、ケロけど明日の、明日って公演だからきついかな。シトラスお利口さん、ミラボーありがとう。ちょっともう背中さ折れそうなぐらいうーってしてるよ。そしたらめっちゃやっぱいいな。シトラスお利口さん、ミラボありがとう一個タコちゃんありがとう。タラモマニアさんもタコちゃんありがとう。花ちゃんハートありがとうおけつミラボケツボ、なんか違うよ。リコチのホワイトさんハートありがとう。なあ、めっちゃおもろい。息ができないだった、本当に息ができない。こうかな、いい、あ、肩がやっぱいい。あ、待って、私ストレッチの仕方、最初のストレッチ息できないって言ってたけど間違えてた、ストレッチの仕方。待って、これは肩とあれに、え、じゃ見せてあげるよ、私がどんなストレッチをしてるのか。この壁でやっていました、はい、このソファーからやってるんですけど。福ちゃんタコありがとう。え、これ見せたらやばいみたいになるかな。フレマルおバカさん、だるまありがとう。シトラスお利口さん、ミラボありがとう。ねえ、いっこちゃんタコありがとう。いっこタコちゃん、はなちゃんもハートありがとう。ちょっとアイドルのショールームだよね。え、じゃあちょっと、え、大丈夫かな、これでいくよ。こうして、こうでも、こうあ、めっはあ、これはちょっときちい。どう？横からがいい？そう、なんか瀬戸内の絆 T シャツ。シトラスお利口さん、フリマルおバカさん、ドルマありがとう。じゃあ行くよ。そうよく、それな、すごい。アイさんタコありがとう。これ合ってる？これ合ってるのかな。そう、壁がさ、こうやってギシギシ言うんですよ、もう肘との摩擦で。え、これ今朝のストレッチと合ってる？私ね、いいねボタンを押してるんだよ、そのストレッチ。やっぱ違った。あ、違った、やっぱり。こうです。だ、息できるよ。
あ、でもやっぱ肩軽くなる。カラス鳴いてた。首を入れるか上げるか。あ、でもやっぱすごい効きます、はあ、そうよ、ちゃんとグッドパターンを押して。それ撮る？え、結構剃ってる？私もしかして。え、スクショしてさ、ちょっとリコチメールかハッシュタグ工藤リコに載せてよめっちゃ面白い。ハッシュタグ工藤リコに載せてよこれなんか背中のこの部分にすごい来る。福ちゃんハートありがとう。フリマルおバカさんだるまありがとう。ストラスお利口さんミラボーありがとう。福ちゃんハート、花ちゃんもハート、サクリンさんもハートありがとう。すごい、なんか肩甲骨反ってた。え、スクショ してないみんな。じゃもう一回スクショするけーさ、スクショちょっともう一回ストレッチするけーさ、ちょっと見とっていきますよ。こう待って、こう、あーいやー、うん、きついきついきつい、はあ、きついきついよ。きついよ。とあとはこれもある。あ、確かに反ってるね。背中の、はあ、あ、でもえ、なんかもう背中が筋トレしたみたいな感じになってる。これは肩こりとかなんか姿勢が良くなる。まあ楽しそうだし、よしよし肩は気持ちいいよ。はあ、ちょっと一旦落ち着くか。これ朝したら本当に、朝ってなんか結構ナウマンゾウ5ゾウみたいな、ナウマンゾウ5ゾウナウマンゾウ5頭さ肩になんか乗ってるみたいなこと起きませんか？それ朝にしたら、さっきのストレッチを朝にしたら本当に解消されますよ。あ、ちょっとナウマンゾウでしたちょっと、あ、ナウマンゾウって絶滅してていない、だからちょっとナウマンゾウの生き量みたいな。朝あれした後本当に姿勢がピンって正されます。でもなんかもう結構なん後背なんでしょう、後背筋とかちょっとゾウの調整、あの肩甲骨あたりすごい効く。え、なんか他にも壁でできるストレッチ知りたいな。だってほら見て、私の姿勢の良さ、ほら、え、猫背、え、絶対猫背に効く。
ナウマンゾウゴゾウで共感求めてるけど、共感誰もさなんかさしてくれないからさ、うん、え、いい、え、だって見て、私がさこんな姿勢いいことある？配信でいつもなんか寝っ転がってやってんだぜ言い方やばい。え、てかギフトありがとう。どこから読めてないかな。フリマルおバカさん誰もありがとう。シトラスお利口さん、ミラボありがとう。ノラクロさんハートありがとう。はなちゃんもハートありがとう。なんか多分デスクワークの人とかさ、なんか多分首が前に出たりさ猫背になったりしちゃうと思うけど、これ壁見つけてやってうーってうなったら多分いい感じ。福ちゃんハートありがとう。フリマルおバカさん誰もありがとう。リコチのホワイトさんハートありがとう。レインボーマンさんもハートありがとう。あ、恋愛小説家さんゴルダルありがとう。よかった。え、なんかでもほんとこれ毎日これちょっと続けたい。他なんかさ、でもこれいいらしいよ。でも本当は立ってやるのがいいらしい。でも私ソファーの上に立ってやってみてもいいかな。ちょっとやってみるよ。いきますよ、せーの。おお、あ、やっぱ立ってやった方が呼吸はできます。おお、ひはあ、すごいね、肩がくる。こっちでもできるけどさ、こっちでやるのはやばい。こっちの壁もあるけどさ、こっちの壁、こっちの壁でやるのはやばいでしょ。あーでもいいわ。あーパオーンだ。ナウマンゾウ結構あーいいかもしれない。あ、取れました。結構あお、え、割といい。本当にやっぱなんかね、私の周りには肩甲骨の周りにナウマンゾウ3体、肩の上にナウマンゾウ2頭、うん、で5頭ぐらい乗ってるから、それがほんと一気に今ほぐされました。え、いい、いいよこれ、いいよこれ、みんなにおすすめ。はあ、よい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 、わあ、よい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 、これよいよ。フリマルおバカさん誰もありがとう。シトラスお利口さんミラボありがとう。トモさんハートありがとう。ナベさん、ワタヤンさん、ダルマちゃんありがとう。ハナちゃんハート、フクちゃんもハート、ワタヤンさんもゴルダルちゃんありがとう、フクちゃんもハート。あ、これいいわ。え、これでよく眠れるさ、理由がさ、また一つ、要因がまた一つ増えましたね。ナウマンゾウこといい感じ。え、ほんと頑張ってこうやって上げてたけど、ほら今はもうナウマンゾウいないからさ、そうこうやっていても大丈夫。え、すごい、ちょっとナウマンゾウいない、すごい。福ちゃんハートありがとう。うん、ゾウが踏んでも壊れない稲葉の、これ私ちょっとこっちがこぼしちゃった。なんか前髪が、いいよみんな、なんか前髪が、なんか押さえていたらさ、前髪押さえていたら良くなりそう。いないな、押さえられるもの。取っていこう前髪の。え、いい、
福ちゃんハートありがとう、え、ナウマンゾーって4頭、つまり5頭いたから死後20、ん20頭ナウマンゾー空調服着たらまた取れるかな、ヨガの猫のポーズみたいな感じだと思う、え、やっぱいいよ、みんなもやってみて、てかさ、ちょっとこの配信グラグラじゃない？あ、治った、え、大丈夫だよ、はあ、すごい、他にもなんか肩こりが収まるみたいな、 BKB さんハートありがとう、やっぱ背中、あ、かゆす、かゆ足が、あ、でも立ちながらはできないか、座りながらとか、え、いいよこれ、四十肩知ってるよ、私も二十肩でした、私は。ナウマンゾーのポーズですか？うん、ナウマンゾーのポーズ。BKB さんハートありがとう。怪我せん程度にみんなもやってみて。本当にいい。嘘やん。似てないに似てる？似とったら私もう、イエーって走り回る。肩甲骨回しか、え、GRV、 あ、格安？めっちゃいいじゃん、二重肩はまだ大丈夫？でも、うん、肩に重みがいたんですよ、え、私本当に皆さん聞いてほしいのが、あの本当に整体行こうかなレベルで私結構肩が重かったんですよ、でもそれが結構いなくなってる、それがね結構いなくなってる、肩重かったんよ、ね、近くの行こうかなと思ったんだよ、整体に、じゃあこれで来て、お払いも必要です、なんかついてたんかな、あ、ついてたことあるの、福ちゃんハートありがとう、いや、つくとしたら何かな、でもなんか先輩が言ってたんですけど、こういうお仕事してたら、あの生き量の一つや二つつくみたいな、そう、だから気にしなくていいみたいな、そう、生き量誰か私に飛ばした、ハリキューイン、いいね、